速稼塾の久保です。今回はですね、非常に興味深い動画を拝見することができました。バクちゃんさんの枠田さんのカルダノエーダ10万円勝負というコーナーでですね、今日はですね436話の特別編取引所 CEO にエーダについて聞いてみたということで、オーバービットというね、暗号通貨の取引所の CEO 代表取締役の方、責任者の方に、インタビューをしたということだったんですけども、私がまずね改めて感嘆を受けたのは、結構若い方がね暗号通貨の取引所されてるんですよ。そしてこの方もちろん日本人ではないんですけども、流暢な日本語を喋るわけですよ。でそういうのを見るとね、私はね今までの人生何をやってきたのかなと思うわけですよ。こういう若い方が暗号通貨とかいうね難しい市場で取引所をやられていて、当然ですけどもね取引を盛んにしたりとか、そのロジックをきちんと語ることもできますし、その枠田さんもそうなんですけども、私はこういう方とね対談をしてももうね言葉が何にも出ないですね、きっとね。だからそういう意味で枠田さんとバクちゃんさんとこの代表の方がね取引をするところ、やり取りをするところっていうのがまさにねもう私の範疇を超えてるなと思うわけなんですよ。で、この方はねもともとトレーダーをされていたということだったんですけども、そのFX トレーダーを経て暗号通貨の取引所を開設するということにも至ったんですけども、私はね、トレーダー止まりなんですよね。結局はそのトレーダーから脱出して自分で取引所を作ろうって意欲もないですし、とてもね暗号通貨の、専門家とも言えないと、単なる一ファンだなと思わざるを得ないかなというところがありますし、その暗号通貨の取引所を作るってことはやっぱりねトレーダーとしてのセンスも一級品なんだと思うんですよね。でそこで一つ私が安心したというかね、やっぱりこういうふうに思っててよかったなっていうのは、暗号通貨といえどもデリバティブなんですよね。金融派生商品なんですよ。ですんで上場後の通貨のやり取りっていうのは FX の理論がかなり使えるということなんですよ。ですんで私は ICO 前の通貨に注目するんではなくて、 ICO 後の上場通貨で取引して稼ぐっていうことはねお伝えしてきましたけども、ICO を当てようなんてことは考えなかった。それは不可能なんですよ。ただその中で ADA っていうのをたまたま選んでね、それが ADA がチャールズ・ホスキンソンさんの力、その他の協力の方もあって今結構ね暗号通貨の中では地位を占めてます。未来の通貨とも言われるその第3次のねビットコイン、それからイーサリウム、その次の通貨だっていうふうなね認識は多くの方が持たれてると思いますけども、その ADA を選べてよかったなと、偶然選べてよかったなと思います。そういえばね ICO のことちょっと思い出すと、ADA っていうものを例に出して、だからこれからの暗号通貨も当たるんですよって言った方、一体どこへ消えたんでしょうね。やっぱりねそういうのを私はいろんな暗号通貨ね、ノアコインにしてもスピンドルにしても紹介したくてよかったなと本当思うんですよ。でこれはダメだと言ってきて本当によかったと思います。というのはなんでダメかっていうと、自分が理解してないからなんですよ。自分が分かってないものをこれ良さそうだよって紹介したくて本当によかったなと思いますね。今個別の銘柄出しましたけども、私はノアコインとかねスピンドルに恨みはないんですけども、ただ恨みを持ってる人は多いだろうなと思うんですよ。ですんでね、私が言ったことによって買わなかったっていう人が一定数いるってことは、ちょっとはね逆の意味でお役に立ったんじゃないかなと思います。ただその他のね個別の暗号通貨についてはちょっとね何もね言及することができなくって、分からなかったからなんですよ。とりあえずは分からないものはやるなというね結論を何度か申し上げてきました。そういう意味でね、いろんな暗号通貨について見解聞かれましたけども、分からないからやらない方がいいんじゃないですかっていう結論をまとめて続けてきたのは良かったかなと。ADA をね、じゃあ分かっていたのかって言われたら分かってませんから。ただね、ADA を私は値上がりすること分かってましたっていうふうに、鬼を首の取ったように言う人もいたわけですよ。じゃあそういう方がどうなってるかっていうと、今、資産を失ってるはずです。多くの方がね。違うんですよ。ADA でせっかく当てたんだったら、やっぱりね、もうね、勝負しないってことなんですよ。で、自分の勝てるマーケットを探していって、そこで勝負していく。勝てるマーケットっていうのは誰よりも理解が進むってことなんですよね。そういう意味で言うと、今回ね、オーバービットのこの CEO の方出てくださいましたけども、かなりね、勝てるマーケットからこうやって眺めてくださってるんだろうなというふうな形でございました。全体的な感想は、そんな感じですね。見ながらね、今みたいなことを思いました。いや、そのね、このやりとりをね、本当に枠田さん、よくされたなと思います。時間にして25分ね。私はここまでね、質問力がなかったかもしれないですね。そういうのも込みで非常に勉強になりました。ありがとうございます。じゃあ動画概要欄に、今回の対談をね載せておきますので、ぜひね皆さんご覧になってください。暗号通貨を忘れかけた方が多いと思いますけども、やっぱりやってる人って未だにやってるわけなんですよ。やってる人は未だにやってるんですね。だからもう
ICO ブームにかけた人ってすぐ次のなんか儲かることないかなっていうふうに情報に踊らされてるんですよ。これ情報に踊らされてるんですよ。私未だにアフィリエイトしっかりとね、私にもう血肉になってますしね。だから YouTube 未だに7年8年ずっとやってるわけですよ。まあアカウント作った時から考えると11年なんですけどね。まあその結果 YouTube に京都法を築くことができたというところもありますし、やっぱりね、海外資産につきましても、まあ例のやつにつきましてもね、離れないわけなんですよ。私はね、これだと思ったら離れないわけですよ。で、離れない結果、それをね、ブームに左右されるんじゃなくて、自分の力でもうものにしていこうっていう意識が高い、まあ意識高い系なのかなってところですね。ちょっと話ずれましたけども、いろいろとお話します。すみません。これからもね、よろしくお願いします。脇田さん、すごくいいインタビューでした。本当にこんな縁を持てるね、脇田さん、素晴らしいと思います。うん、グッドマーク27ついてるんで、私が28個目を押しておきますね。プラス436話ですか。うん、1000話までまだまだありますけども、頑張っていきましょう。それでは失礼します。